こんにちは、ベンジです。ゼロ、濡れガラスの巫女の続きをやっていきます。今回から11の雫、ヨミ子かな、人の名前か、ヨミの子供のことなのか。ひなさきみゆちゃんでミクを探すそうです。アイテム、うわ、14式56枚送れる、いいね。ヨミ子、ひなさきみゆ、もしかして、みゆちゃんがヨミ子なのか？子供だもんね、ミクの。悲願湖でユーリを助けたみゆは、骨董屋に身を寄せていた。母、ひなさきミクが、ひかみ山にいると信じ、その影を追うことを決意するみゆ。だが、母の影を追うには、ユーリが持つ遮影機が必要だった。一緒に行く？いや、もらってっちゃうのかな？借りてくのかな？黙って持ってくのかな。あの時お母さんの影はポチの奥に消えた。あの遮影機で調べれば何かわかるかもしれない。もう一度借りられないだろうか。前回ね、ユーリちゃんと仲直りというか、ちょっとね、意思疎通が図れたんでね、貸してくれるかもしれない、もしかしたら。でもね、写真機は小塚さんの部屋にあるはず。黙って持ってくのか？遮影機を入手するって。黙って持ってくのかもしれない。磯香さんの部屋も一応入っとく？じりじり言って怖いんだよな。なんかアイテムあるかもしれないし。あるよ。手帳、日記。あかりがどうして失踪したのか、ついに分からなかった。あかり、うん、制服の子だね。結局消えてしまう本当の理由は本人にしかわからない。他人にとって取るに足らない些細なことでも、本人にとっては本当に大切なこともある。うん、その通りだと思う。人は本当に分かり合うことはできないのかもしれない。うん、その通りだと思う。ユーリはやっと引き止めることができた。ユーリが失踪した本当の理由はわからない。私が触れても何も見えない。もしかしたら理由がないのかもしれないと、暗闇を覗いたように不安になる。ユーリはいつか行ってしまうかもしれない。理由がわからなくてもいい。本当に分かり合えなくてもいい。私が抱き留めている間はユーリはこっちにいる。なるほど、それだけか。デッドスペースっていうか、この家もう大丈夫なの？なんか大間が時で霊がめっちゃ攻めてきてたけど、もう来ない？あれ、寝てる。少しうなされているようだ。ゲット遮影機、これがあればお母さんを連れ戻せる。遮影機を手に取った。メモ、これはお母さんが失踪した時の。どうして小塚さんが、ああ持ってきてたんだ。対象者、ひなさきみく。依頼者、井上幸。対象者の知人、これ前読んだやつだよね。もう一回読むか。幼い頃から兄と二人暮らしだった。事件で失踪した兄を追い行方不明となるが、山中で無事発見される。その後は写真家助手を務め出産。父親は不明。3年後失踪。依頼人は娘の身元引き受け人。ヨスガは写真家から提供されたもの。捜索は諦める。何度か影見を試みたがダメだった。存在が弱くなっていて影を追えない。生きていると思われるが、強い力か新しいヨスガが必要。本人が探されることを望んでいない可能性も考えられる。お母さんの写真、遮影機で気配を追えば。私ならきっとお母さんを見つけられる。この遮影機を使うと向こう側に近くなった気がした。はあ、向こう側。私の家にも遮影機の箱だけが残されていた。そうなの？小塚さんの日記のような。お母さんが神隠しにあったのは遮影機に触れたから。まあ遮影機に関わった人はみんな不幸になってるっていう話もありましたよね。まあ今までそうですね。
他人と違うものが見えていると気づいたのはいつの頃からだろう。死んだ人の言葉が聞こえると気づいたのはいつの頃からだろう。あの人たちは私にいろいろなことを話してくる。なんとかのようにいつまでも同じことをつぶやいている。思わず聞いてしまいそうになって耳を塞ぐ。聞いてしまうと知ってしまう。知ってしまうと受け止めてしまう。話しかけてくるたくさんの声、声、声。私には何も受け取れない。何もできない。いっそ私がつぶやく側に回れば、穏やかに過ごせるのかもしれない。はぁ、あ。霊側になろうっていうのか。この人はね、スパッツみたいなの履いてるから、パンツは見えないですよ。こんな感じで撮ろうか。これで高く売れるぞ。もうこのまま行っていいのかな？ん？この部屋って、いや、入れるよな。え？この奥はお風呂など水回りになっているようだ。へえ。お風呂入っていこうか。あと、ここ？裏口のドアは鍵がかけられている。裏口か。なんかすごい長細い家で、鍵にたたずむ巫女。こっちでいい。ここも一応入っとくか。事務所。なんもないか。監視カメラは見れない。まあ、あの空き部屋は見なくていいでしょう。よっしゃ、行こうか。取れるものは何もない。遮影機とお母さんの写真があればお母さんの影を追うことができる。今度こそお母さん単身乗り込むか。ゆりちゃん寝てる間は借りてってもいいかな。でも起きちゃったらね、あれ遮影機ないっつって、あの女ってなるよね。ケーブルか。夕の宮前駅。誰？階段に立つ影。女子高生だね。巨乳の女子高生が映り込んだ。そっちは光るものはない。まずはアイテム補充しようか。あそこにもなんか落ちてるね。ここなんですよ。絶対あるからね。ここ3つあるね。ナイスナイス。これはね、取っていかないとね。2500ポイントで、万葉岩とフィルムがあるんだった。万葉岩2個。ここにフィルム14だったかな。14、ナイス。メイン武器。この部屋ほんと優しいよ。毎回置いといてくれるから。誰が補充してくれてんだろうね。違うか。アイテムが2つあんだな。万葉マンいいね。でここにフィルム61式。危ない。あ、14式だ。もうこれ以上持てない。ちょっと待って。あ、ナイス。ここで倒して、やべ、2人だな。とりあえずちょっと、やっぱ2人いるね。あ、一緒に取れよ。
激しい。どうだ、いやダメか、よいしょ、なんか撃ってくる、あ、来るな、いや、行けたのに、あ、ずっこけてる、来るな、来ねえのか、なんだ、ここになんか刺さってる、オッケー、死んでる、死んでるな、触っちゃおう、触れねえ、触れない、あれ死んでなかった、え、じゃあなんでフェイタルタイムできなかったんだ、死んだ、今度こそ死んだか、触れ触れ、あー触れない、はぁ、まあ、万葉がいっぱいもらってるから、でフィルムが68枚、ナイス、これで取れる、オッケー、92枚いいよ、今戦ってなかったら写真無駄打ちして使ってたわ、うわっ、ザコス、ほらやってこいよ、キさん、あれ、これオーケー、死になさい、ワンタンキル、それ触れない、あ、でもデータルなんとかっつって500点は入ってるんだ、記憶を見れない人でも見れる人でも500点はもらえる、じゃあやっぱりどんどん触っていくでいいんだな、倒した後は戦闘中であってもね、そろそろミクの影がやはり、前に見たのと一緒かな、うわ、え、え、なんかやられてる、深い、白い方、二人でね、強いから、うわ強いフィルム使おう、フェイタルのチャンスがあんまりないんで、オーケー、本体は多分2体しかいない、なんか飛ばしてるのが赤いので出てんじゃねえかな、え？もしかして2人じゃない？いや2人だよな、え？死んだ？もしかして死んだ？死んだわ、結局拾った万葉が結構使っちゃってるな、
死んでるわやっぱ強めの敵は61式使うようにしましょう。意味の意味だに。まだ行くんだっけ。もうちょい行った先だったかな。道中がね結構長いんだよ。ここだったかな、この次だったかな。ご神水墓場メール、あ、ここアイテムある。ここはアイテムあるときとないときあるね。いいね、2500点。あ、どこだったっけな。ここからだったかも。稲崎美久、うん、ここだ。で、奥に行けるようになっ、あー、わかった。鍵になってんじゃねえかな。遮影機があれば通れるかも、みたいなこと言ってたもんな。えい。あれ？そうだよね。前来た時は塞がっていたはず。この奥にお母さんが。彼岸花いっぱい咲いてる。結の家。え？結びか？結びの家かな。結びの家といえばさ、前にあの人が行ったとこじゃないの。レンさんが。ルイちゃんと結婚したとこじゃない。矢崎美久を探す。お母さんのメモ。私は潰された。4年前のあの時、私はミウを授かった。でもこの子を残していかなくてはならない。私はもうすぐ終わる。終わりが近い。死ぬ時は一人だ。一人で終わる。私は有婚を知ってしまった。お兄ちゃんと。あのね、ミクちゃんはお兄ちゃん大好きっ子なんですよ。だからお兄ちゃん、死んだお兄ちゃんと結婚したくてここに来たんじゃない。なるほど、繋がった。そういうことか。うわ、びっくりした。今のはびっくりしたよ。ちょっと、そうだ。オッケイ。顔見えてる。はい。ゆうちゃん結構ね、あの声が低いんですよ。なんだ、水滴ついてる。すぐ来るよこいつは。どうでしょう。来たね。早っ。終わっちゃおう。はい、オッケー。もう一回見たからね。ちゃんと回復もできたな。なんかあるんだな、この裏かな。うん、まあ、ようかな。見晴らしいから手伸びてきても大丈夫。ここ。うわー、来たよ。やっぱりここだった。ババ、あ、取れなかった。あ、強化レンズ。これは強化レンズね。縛る。撮影した霊の動きを一定時間だけ停止することができる。射影機に装備して霊力が溜まってる時にある。止める。それあれだね、遅いの。
そうだよね。遅いと同じ色をしてる。遅いの上位互換だよ、これ。ってことは、Q の上位互換もそのうち来るのか。あと、なんか、もう一つあったと思うけど。ああ、それは、あれか、撮影ポイントだったのか。もうどっち行くか分かってるからね。こっちって言ってない。あら、榊。榊と戦うの、また。やべ、結構びちょびちょだな、今。あ、びっちょびちょだ。うわぁ、だからさ、その右が見えない状態は、ちょっとね、無理あるんだわ。清めの火はもらったけど、使いませんよ。あ、開くわ、ここ。お、初めて。うわぁ、綺麗。結婚式の衣装だな。あ、いいですね。あ、でもこれは邪魔で奥にはいけない。え、ちょっと。この子の、服透けて背中が見えてるけど。あ、ここは。あ、はいはい。ここは通れるようになっただけ。でもなんかアイテムあるかも。バトルもあるかも。ないね。なら、いや、ここぐるっと回んないとダメだね。ダメだ。え？射撃が反応。どこですか？ババアルームかな？多分ババアルーム。いや、邪魔。いや、そんなの蹴っ飛ばしてっていいよ。どうせもう誰も食わねえから。あ、でもね、バチ当たるね。ババーズルームは、ここまっすぐ行った先だよね。階段を登る？あ、迷うか。あ、危ない。結構ギリだった、今。ちょっと。よいしょ。オーケー。マヨガンいっぱい使ったからね。補充しとかないと。よいしょ。ここだ、ババズル。え、違う？違うね。なんか違う。じゃあ、あれか？最初に、レンちゃんがいたとこか？鍵がかかってる。ん？え、じゃあこっち？ここ初めてだ。階段？階段だ。迷っちゃうよ、こんなに生かされると。なんだここ。物置？怖っ。え、すごいいっぱい反応してる。え、ここ、ラッキーポイントかもしれんよ。めっちゃあるよ、アイテム。いいね。鎧武者、うわぁ。意識。鎧武者来たら嫌だね。よいしょ。61式。あとは？もう一個ありそうなんだけど。
レイか。すごい。ここか。よし。よいしょー。清めの日。61式。いいね。61式いっぱいもらったね。で、どっか扉が、これか。え？っていうか、こんなにもらったらさ、なんか、これから大変になるよっていうことだったりしない？あ、ちょっと待って。ああ、どん詰まりか。こういうデッドスペースほんと気になる。あれ？どこだ？え？あの花嫁衣装が飾られてたとこ、あそこはその今開けるところを行かないといけないから違うな。こんな質素な部屋じゃないな。あ、こっから覗くんじゃないの？やっぱり、こっから撮るってことだ。はいはい、誰かいるよ。え？あの人が、なぜここに。本当だよね。あー、うせぇな。こいつ弱いよ。よし、質問使った。え？なんで？強いピンを使って。一応、こいつ、ネームドだから。敬意を払って、強いピン。え？攻めてくるのが早いんだけど、早い方がこっちとしては助かる。どうした、お前。取っちゃう。あ、うざ。あ、うざ。よし。触ってやる？あ、触れない。万葉ガン。エクソシストみたいなのもいいよね。あ、14式もうちょっと積極的に使っていかないと。また持てないとかなっちゃう。いなくなってんじゃん。部屋から気配を感じない。誰もいないようだ。ということはですよ。分かっちゃった。ここの鍵が開いているということです。やはり。で、ここで鍵撮影をしようか。その前に。レンのメモ。またあの夢を見た。祭りの最中、少女に近づいて刀を振り下ろす夢。振り下ろす前に少女と目が合う。その時に心の奥まで見られたような恐怖に駆られ、わけもわからず刀を振り下ろした。そして少女は箱の中に落ちていく。あの夢は本当のことだったんだろうか。本当のことだとしたらあの少女はどうなっているんだろうか。夢から覚めた後、動悸が激しくなっている。激しい後悔の念に襲われ、苦しくも悲しい気持ちになる。あの祭りは、鍵呂井山の祭りだと思う。子供の頃は夏の間だけ、鳴滝の向こう、鍵呂井山の麓の麻生家の分家で過ごしていた。近所のこと、広い母屋や古いものが並んでいる蔵、そして鍵呂井神社の境内で夕暮れまで遊んだものだ。あの頃からだと思う。いつか鍵呂井山に行こうと思いながら、随分時間が経ってしまった。何よりも、あの夢が現実なのか分かるのが怖い。今は、分家は取り壊され、母屋も蔵もなくなっているという。あの夢が本当かどうか分かるものは何も残ってないかも、ないのかもしれない。これ、レンのメモ、1って書いてないから、これで終わりだな。レンのメモ。あれ？この部屋じゃないのか？
違うね。へえ。じゃあまあどっかが開いたのかな。どっかの障害物が倒れてるかもしれないし、なくなってるかもしれないし。はい、ということで今日はここまでにしましょう。次回それを探して奥に行きましょう。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。